はい、皆さんこんにちは、のぶです。信長の野望大使やってるでしょう。さあ、前回徳川家を中心に豊臣包囲網が形成されました。かなり私たちピンチなのでございますが、並み居る勢力をね、押しのけて現在勢力拡大中でございます。さあ、引き続きこの豊臣包囲網を利用してね、もっともっと領土を拡大していきましょう。頑張っていきます。よーし、やっていきまーす。さあ、現在ここ井伊家を攻めております。さあ、井伊家攻め頑張っていきましょう。もうすぐで滅ぼせそう。いくぞー。さあ、で、長浜城落とした。ナイスナイス、お疲れ。じゃあこの方を、投与して、じゃあ全員逃がしてあげるよ。どうせすぐ仲間になるんだから。じゃあ東堂高虎は、じゃあこっち行きましょうか。松平家かな。越前松平家、なるほど、行きましょう。はいよ。さあ、で徳川義直、こいつ目の上のタンコブやね。もうめちゃめちゃ邪魔で、シギナさんと藁の勝ちはいりません。 OK、 じゃあ式は取りません。よかった、姫路城は救われた。 OK、 OK、 よかったよかった。さあ、では、じゃあ次は、じゃあ八須賀攻め再開していきましょう。我に続け。さあ、行きましょうね。はいよ。で、こっち、シギナさんと藁の勝ちは揺るぎませんと。了解、 OK。やったー。で、はいはい、有子山城落としたね。やったー。じゃあ次はこっち、鳥取城、ここはどこだっけ、鳥取行きだっけ。うん、はい、了解。さあ、で、八幡山城落とした。ナイス、やったー。で、いい家は、まあ、とりあえずこの方を投与して、逃がしてあげますけど、あれ、いい家滅びてない。マジで、どっかに領土ある。どこだろう。そうあった、ここだ。ここに井伊家の領土あんのかい。うわ、そんなんありか。そうなのね。じゃあ後藤又部どうしような。じゃあとりあえずここ大垣城のとこに来てください。後藤又部の部隊で尾張徳川家の部隊をね、牽制しましょう。行くぞ。はい、何ですか。あ、はいはい、近畿地方統一、やったー、やったぜー、やったー、悲願の近畿地方統一。豊臣秀頼が近畿地方を統一した。家臣たちと天守へ上がった秀頼は眼前に広がる領国を見渡す。秀頼様、畿内を手中に収められるとは実にめでたきことにございます。池田光政、日の本広しとはいえ、殿に歯向かえる者はそうおりますまい。天下まであと少しですな。喜び浮かれ陽気に語る三つ政に目を細めた秀頼は日のない返事を返した。これからが正念場よ。我が子を出し果たすその時まで決して歩みを止めてはならん。すごい、秀頼様すごい。みんながこれまでの労を称え合う中、これから相見えるであろう宿敵に秀頼は思いを馳せるのであった。すごい、秀頼様の成長がね、もう目覚ましい。そんなことを言うようになった。四季なさと藁の勝ちは揺ぎません。じゃあ、四季は取りません。視力もやったー。さあ、では福井城行きましょう。はいよ。待機する。で、はい、豊臣秀頼、これより慣例を名乗る。異を唱える者には刃を持ってお答えしよう。やったー。やったぞー。三河武士の誇り、で、徳川家康、ああ、優美無か。ああ、生意気な。私は慣例豊臣秀頼だぞ。で、福井城到着。福井城は、標高72日。はい、で、次は大丈夫。他のところはどうかな。さあ、こっち、はい、どんな感じ。報告いたします。さあ、じゃあこっからもうガンガン攻めていきましょうか。じゃあ次は、ここは、池田家か。まあ、とりあえず行きましょう。兵糧が切れるか。まあ大丈夫、出陣するぞ。さあ、来月には兵糧入るからね、それまでなんとか持たせればよい。シギナさんと藁の勝ちは揺るぎません。じゃあ取りません。ナイス。さあ、では伊佐城落としてしまいな。で、鳥取城到着。鳥取城は方位91日、まあまあかかるね。まあいいでしょう。はい、さあ次はさあどうするよ。はい、あと福井城、今攻めてるか。で、伊佐城に到着。標高80日、かかるな。まあやってみようか。はい、大丈夫かな。さあ、頑張って。はい。さあ、どうなる。で、我らに仇す勢力の動きが静まり始めました。オッケー、よかった、包囲も解けた。
さあ講和にかかりましょう。で秋になって兵糧入る。で有子山城で豊作でかした。飽きないよ。で一品持ってきた。あーこれ欲しかったけど買えない。まあ仕方がないか。報告いたします。途端に貧乏になってしまった。先月の収支。兵糧は11万入った。やったね。オッケー。さあ頑張りましょう。さあそれではじゃあここはじゃあ壊していきましょうか。じゃあまずは尾張徳川家で、じゃあ金森家はで、ここは前田家。はい。で次は水野家で徳川家。うわめっちゃいる。めっちゃ壊する相手いる。で星名家で、小笠原家は、はい。で次は真田家。うわーすげえ。で戦国家でいい家。悔しいな。まあとりあえずコアを申し込もう。境家はい。はでここは牧野家はい。はでやっと東側が終わって、で次はじゃあまず福島家はい。コアはで加藤義明だ。はい。じゃあコアはでとりあえずまあこんなもんでいいか。うん。よし。じゃあ行きましょう。行くぜー。はい。さあで次はでここか。はい。シギナザと我らの価値は揺るぎません。いやここは取ろう。さあ全滅を狙っていく。はい。八頭地の戦い、池田重利 VS 池田忠勝。うん。まあこれはまあ楽勝で勝てるんだろうけども、さあ頑張りましょう。行くぞー。さあ行きましょう。はい。海戦八頭地の戦い、行くぞ。行くぞ。今回私は金金で、向こうは見張り小屋一個か。じゃあとりあえずガンガン攻めていこう。いざ進む。こうしてこうして。覚悟は良いか。さあ攻めるべ。ゲチよ。はい。ゲチよ。じゃあとりあえず始めるぞ。よし行きましょう。はよ。敵の居所が分かりました。さあでまず1300発見。やりたい。前。さあ大丈夫？今ぞ。でまず奇襲。よしよいよ。やりたい。で1200発見。さあ囲うぞ。はい。ゲチよ。さあ囲う。覚悟は良いか。一気に行くわよ。ごめんね、こっち行こう。覚悟は良いか。こっち、はい。いざ進む。さあ、なんとか強烈。で、大丈夫。さあ、強烈できるかしら。お、いいね。で、ご命令。こっち、はい。で、こう行こう。ご命令よ。で、次は、で、じゃあ、はい。さあ、総大将同士で、やり合おう。オッケー、まず、一部隊壊滅。で、こうして、で、こう。はい。で、次はこう。前で、こっち、ああなんか変な方向行っちゃってるよ。大丈夫かしら。いやいや、まったく。で、ここはじゃあ、もうちょっと待ちましょう。はい。やりたい前。さあ、到着を急ぐ。で、うつべみ大丈夫。そんなとこにあったの。前で、奇襲、オッケー。ナイス。じゃあ、ここは。やりたい。犠牲崩し。今こそ親友を決する時。さあどうだ。やりたい。で攻撃したい。はい。で次はやりたい。さあ攻撃いいよ。はい。いざ進む。いいですよ。いいですよ。はい。丹羽さんやりたい前。でこっち行こう。はい。覚悟を願う。でもう一部隊どっかに隠れてる。やりたい前。じゃあこっち行こう。はい。覚悟しろ。いいね。で、もう一部隊発見。前。さあで、奮闘。はい。戦の仕方。さあいいですよ。どうかな。オッケー、ナイス。で、次はじゃあこっちに行こう。はい。一筋縄。さあ頑張れ頑張れ。はい、奮闘。おお、どうどうどう。オッケー、よし返そう。やったー。で、もうすぐ。オッケー。さあ池田家も簡単に落とせたらいいけどね。さすがです。オッケー。勝ちを重ねて天下を目指す。おーし、ナイス。さあでは天神山城を攻めていきましょうか。はいよ。さあで加藤家講和ですね。で福島家も講和やった。で徳川家講和。水野家、前田家、金森家。で、終わり徳川家。うん。で、天神山城到着。ここは、標高18日。いいね。使
界のものが来たようです。鳥取池田家が無条件で子はそんなバカな。なぜ従属しない。で、越前松平家も、うわ、無条件だ。こいつら、もう、是が非でも従属しないつもりか。で、あ、はいはい、大将権形成。やったね。オッケー。いいですよ。さあ、これでさらに収益が増加した。使いの者が来たよ。八須賀家、無条件、マジで。もう、壊しなさいよ。福井城の本丸落としたやったね。さあ、ということは、1618年9月、越前松平家は豊臣家によって滅ぼされました。やったね。で、あ、結構優秀な方多い。あ、素晴らしい。ようこそ。やったね。さあ、ではでは、じゃあ、とりあえず、じゃあ、ここ、後藤又兵衛、騎乗、お疲れ様。で、藤堂高虎も騎乗、お疲れ。やったー。はい。さあ、じゃあ、どんどん西側を攻めていきましょう。じゃあ、2600か、もうちょっと集めらんないかな。頑張りましょう。表情さあ、表情でございます。表情は、かような策はいかがでしょうか。はい、新しい方策提案。そうやな。とりあえずな、後編の提案強化の方策取りたいな。じゃあ、農業トロンギ。はい。農業トロンギ。ピッカーン、池田光政。で、東堂高虎からの、本田正武。はい。これにて、表情を終わる。で、この辺は取れんか。じゃあ次は、鉄砲貿易か。じゃあ、金銀加工技術で、金銀の、収入増加書。で、次は、鉄砲か。いやー、ちょっとポイントなくなるな。じゃあ、領主選別1。はい。まあ、こんなもんでいいでしょう。オッケー。ゲッチ。さあ、では、どんどん西側攻めていきましょうね。行くぞ。はいよ。使いの者が来たようです。で、池田家より交渉の申し出、まさか子は？うわ、無条件で子は。もう、本当に従属したくないんだね。さあ、そこまで徳川を恐れるというのか。で、天神山城落としたナイス。オッケー。いいよ。勝ち時はあるよ。二人投与。いいね。この方86歳なんだ。長生きしてんね。じゃあ池田さんはこのまま、はい、じゃあこっち岡山城を進めましょう。するぞ。で、次はじゃあ津山城。向こうは1万出るけど戦場は狭いから、まあやれないことはない。多分大丈夫。行こう。はい。で、牧野家講和。で、酒井家も講和。いい家、戦国家、真田家。うわ、すげえいる。めっちゃいるな、小笠原家。はい。まだいるんだ、星名家公は。はい。さあ、で、次は、岡山城到着。岡山城は、強行26日。いいね。で、はい、伊沢城落とした。ナイス。1618年10月、八須賀家は豊臣家によって滅ぼされました。でかした。で、捕獲したのめっちゃ優秀な方たちいる。やったー、オッケー。でかしたー。さあ、ということで、じゃあ、そやな。こっち、照澄さんは、じゃあ、騎乗してもらおう。はい、お疲れ。で、次は、じゃあ、山内家も壊しようか。はい。はっ。さあ、で、次は、次は、こっちよ。はいよ。さあ、で、先に行く。あー！後で会おうぞ。徳川家康が亡くなった。先に行き、後に残るも同じこと。連れて行かぬを、別とぞ思う。うわあ、私たちの最大のライバルが亡くなってしまった。そうか。戦場で蹴りをつけられなかったか。まあ、大往生だったもんね。そんなね、最大のライバルの大往生にあっぱれと言いたいところ。徳川家の当主である徳川家康が死亡しました。で、秀忠が後を継ぐんだね。まあ、家康なき後、もう徳川家なんてね、恐るるに足らずよ。さあ、どんどん攻めていきたいですね。じゃあ、次はこっち、蘇豪家。行きましょうか。に続け。さあ、行くぞー。はいよ。さあ、で、鳥取城落とした。オッケー、ナイス。ということは、1618年11月、鳥取池田家は豊臣家によって滅ぼされました。やったねー。さあ、で、捕獲したのは、うわ、優秀な方たち多い。あったね、オッケー。さあ、では、秀頼様、騎乗してください。お疲れ様。なので、じゃあ、ここ、堀尾家も、じゃあ壊しておきましょう。承知いたしました。はい、さあ行くぞ。はいよ。で、山内家公は、さあで、岡山城落とした。ナイスナイス。
で、ちょっとこの後厳しいな。行くぞ。じゃあ、部分入場で、じゃあこの方入場してもらいまして、で、合流、で、ここに、こうして、で、これで3800か。じゃあ、備中高松城、行きましょう。はいよー。で、ここだ。戦場は狭く、勝敗の行方は分かりません。行きましょう。頑張るぞー。はい。津山の戦い。毛利勝長 VS、森忠政。兵数は互角。でも、部隊数は私たちの方が多い。さあ、囲ってやりましょう。さあ、頑張ろう。行きましょう。はい。海戦、津山の戦い。我に続け。行くぞ。今回私は、うずめび咲くのろし。で、向こうものろしか。やばい、のろしを壊しに行かんといた。さあ、さあさあ、行きましょう。行こうぜ。さあ、ガンガン行こうぜ。敵の目線。で、鉄砲、はい。で、のろしを壊してきたら、戻って、うずめびかけるとか、そういうのできる？さあ、とりあえず、囲わないといか。さあ、大丈夫？敵がどこにいるか。まず、800。わかりました。で、奈落。で、奈落。やばい。落とし穴ばっかりかもしれない。さあ、で、鉄砲、はい。覚悟せよ。めっちゃ落とし穴あるよ、気をつけて。敵がどこにいるか。さあ、で、歴史。で、こっちは2000もいるのか。なんだったら、じゃあ、こいつを集中砲か。で、鉄砲、はい。さあ、どうする？さあ、なんとかのろしを壊したいところ。やりたい。さあ、まだちょっと復帰はできない。はい。で、雨降ってきた。で、さあ、奈落から復帰。で、こっち、はい。で、こう。さあ、で、ふんと、はい。あ、激励の方が良かったかな。さあ、で、のろしを潰した。で、こっち行こうか。バカな。さあ、なんとか囲いたい。命令してくれ。やりたい。前へ。まあ、結構きついかも。前へ。ここは守れ。さあ、頑張れ、頑張れ。あー、まずい。で、こっち、はい。まずいぞ。油断大敵だぜ。さあ、で、ふんと、はい。さあ、もうちょっと頑張ろう。まだまだいける。はい。まずいよ。さあ、で。さあ、なんとか強撃してる。やりたい。前へ。さあ、どうだ。さあ、頑張れ頑張れ。やりたい。かっこええ。前へ。さあ、これほどと。どうだどうだ。ふう、強い。この方が強いな。さあ、どうだ。やりたい。さあ、で、まずよし。まず一部隊潰した。オッケー、なんとか全滅だけど被害は甚大。さあ、この後城攻めできるかな。さあ、我が部天下に示す。なかなかに厳しい。で、津山城はどんぐらい残ってる？標高4日早よかったよかった。で、備中高松城到着。備中高松城は標高37日。行きましょう。まあここ落としたら怖かな。はい。で、津山城落としたね。オッケー、ナイス。さあ、どんどん西側私たちの領土になってってるよ。1618年11月、森家は豊臣家によって滅ぼされました。包囲網になんてね、参加するからだよ。で、3人、はい、じゃあ、はい、豊、じゃあ勝永騎乗、お疲れ。さあ、で、次はそうだな、ご詰めできるかな。4900か。よし、いいね。己を信じて。いけなくはない。前へ進め。さあ、で、堀尾家子は、さあ、証券の進出ね、もうちょっとね、証券進出しきれない。じゃあ、まずは、ここ。蒲生山？かしこまりました。じゃあ、次はここ。はい、じゃあ、鳥取。で、ここで対面、少々令。はい。皆の力、行きましょう。合わせよう。で、これで、商業の行動数3増加で。じゃあ、この辺もどんどん。はい。はっ。で、ここを。はっ。で、次は、じゃあ、ここが、はい。かしこまった。わー、もう351銭しかない。じゃあ、ここは、じゃあ、ヒョロを打って、金を作ります。行きましょう。はいよ。
さあで次は蘇郷城到着。蘇郷城は標高52日で現在9ヶ月経ってるか。じゃあこっちから8100、まあ壊してもいいかな。まあ行きましょう。後に続け。さあ行くぞ。はいよ。で備中高松城落としたね。ナイスナイス。でさあ逃がしてあげましょう。でまだ部隊どんぐらいいる。そこそこいるか。行くぞ。なんだったらこっち行ってみる。皆の者、我に続け。じゃあこっちはね、じゃあどうしましょう。まあまあこのままで行こうとりあえず。はい。でここだし特製効果解放。天下の台所が解放されました。天下の台所。これか。領内の証券の金銭収入が増える。なるほどなるほど。ありがとう。使いの者が来たようです。生駒より交渉。無条件で子はふざけんな。せめて従属せ。さあ、今回我々どこまで行けるかな。頑張りましょう。さあ、で、備中松山城到着。備中松山は、方位54日。いいね。さあ急ごう急ごう。さすがにちょっと息が起きる可能性がある。で天津城めっちゃ兵いるじゃん。これはちょっと無理だ。じゃあ池田さん騎乗お疲れ。はい。さあで天霧城か。天津じゃなかった。で蘇郷城としたナイス。オッケー。お疲れ。じゃあ照住さんは騎乗お疲れ。さあでで、天津城は到着せず。さあ、一刻も早く壊していきましょう。お願いします。で、天津城到着。天津は、方位36日。はい。で、次は、こっちか。9900が来てんの。大丈夫？こっちは方位26日か。じゃあ、こっち。14000。はい。さあどうするよ。さあで、うわー来てる。うわマジか。まあここ騎乗するしかないか。だってここ戦場上限は、あーダメだ。騎乗するしかない。お疲れ。となるとまあここもじゃあ壊するしかないか。うわー惜しいなー。いやじゃあ壊してやるよ。はい。じゃあ残るはここだな。生駒家。はい。さあでは天霧城落としていきましょう。もうすぐで落ちる。で諸資源効力達成。 OK。 はい、天霧城落としました。 OK。 やった。はい。1619年3月生駒家は豊臣家によって滅ぼされました。やった。で3人とよ。はい、ようこそ。では秀頼様お疲れ様でした。まあとりあえずまあ池田家はまあこのまま逃がしてあげよう。で池田家こうはで一気起きなきゃいいけどね。大丈夫。さあであれから徳川家は攻めてこないと思ったら鍋島直重も亡くなったんだ。そうかそうかそうか。でこっちはあー一気起きちゃった。しまった。まあしょうがない。さあ今回はここまでしていきましょうか。徳川家康が亡くなったということで日の本はさらに激乱の時代へと突入していくのでしょうか。頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ドペンでした。さよならー。